はい、富田の応答です。いい形してるね。はい、そちら方向からやってまいりました。前橋市指定重要文化財富田の宝塔、昭和61年6月6日指定。この宝塔は総高 205.9 センチ、総輪、火災時、刀身、基礎からなる。総輪は上から宝珠、龍舎、クリン、聖火、まあ、伏せ鉢、炉番と呼ばれ、まあ、聖火には蓮弁が刻印されている。まあ、印刻されている。刀身は上部が太く、下部に行くに従って細くなる亀型になっている。奇跡安山岩製。宝塔とは仏塔、多宝塔の一種で、天台宗法華経に説かれる過去仏、多宝如来の遺骨を納める塔、舎利塔とされる。平安時代の終わり頃から法華経を書写して納める目的で建てられた。かつてや赤城南麓地域に多く分布すると言われ、赤城塔と呼ばれてきたが、榛名山麓にも同型のものがあり、宝塔の呼称が一般的である。まあ、城南地域には二宮赤城神社の境内にも同様の宝塔がある。総輪、屋外、かっこ傘、刀身とも室町時代の初めの頃の特徴を示している。あ、ここにあれですね。あ、振り仮名が振ってありましたね。基礎、刀身、屋外、傘、炉番、福鉢、受け花、クリン、龍舎、まあ、宝珠。まあ、炉番から宝珠までをね、まあ、総輪と一括して呼びます。こちらが現物です。まあ、基礎。まあ、刀身。屋外。まあ、総輪。でも形が本当に、まあ、欠損している部分がね、まあ、ほとんどなくて、まあ、いい形してますね。まあ、刀身の部分がね、まあ、亀型。まあ、赤城と榛名と、まあ、どちらもね、このような形態しています。一般的にね、まあ、宝刀と呼ぶようになりました。こちらにはね、ちょっとした、まあ、お地蔵様かな。はい。どうにか見つけた富田の宝塔です。でも見つかってよかったね。はい、ご視聴ありがとうございました。